ゲーム序盤の3回まではお互い無得点、中盤に入った4回です。5月以来の1軍のマウンドの庄司、バッターボックスは今日先発の和田です。粘った後でライト方向、ライトの前に落ちました。ランナー2人が帰ってきてマリーンズが先制点。この3連戦満塁からのタイムリー、マリーンズが今日も先制です。2対0。先発の庄司は4回でマウンドを降りて、5回のマウンドには湯気が上がったんですが、湯気も2アウトランナー3塁1塁。小杉がランナー出たところから初球を引っ張ってきました。マリーンズの大きな追加点、これが3点目。さらにはこれで止まらず、2アウトランナーまた満塁となって和田を迎えます。2打席連続満塁で、今度はレフト方向にタイムリーヒット、ポトリと落としてきました。さらに2点を追加して5対0と終盤にマリーンズがリードを広げます。さらに打順トップに帰って1番の藤原にもタイムリー。レフト中島チャージをかけましたが、その前に落ちました。マリーンズが6点目、6対0と大きなリードになります。前半5回まではパーフェクトピッチングの種市、ボテボテの当たりというところ、しっかりと抑えていきます。さあゲーム後半戦に入った6回、先頭バッターの村林がよく選んで、今日初めてのランナー出塁はフォアボールです。そして続く今日スタメン起用の黒川、チーム初ヒットが出ました。先頭バッターのフォアボールの後のヒット、さらには代打の茂木もヒットです。ここまで完璧に抑えられてきた種市からノーアウトでランナー満塁のチャンスを作ります。1番の小郷は初球打ち、犠牲フライには十分でした。6点差から1点返して6対1、続くルーキーの中島、こちらは昨日に続いてのタイムリーヒット、流れをつなぎます。これで2点目。なおランナー2塁1塁で3番の辰巳の一発が出ました。レフト方向、オールスターでもホームランを放った辰巳、後半戦の一発目はスリーランホームラン。6点差から一気にこれで1点差まで詰め寄ります。6対5。さらにその後満塁となってピッチャー代わって岩下、村林は大きな当たり、この回2打席目のバッターボックスは同点の犠牲フライ。三塁ランナーの浅村はメモリアル通算1000得点のホームインになりました。しかもこれでイーグルスが6対6の同点。さらに黒川、先ほどヒット、そしてこの回2打席目は勝ち越しとなるタイムリーヒット、これで6対7マリーンズに対して6点差から一気にイーグルスが逆転成功、6対7です。しかし継投に入ったところ7回、ワンアウトランナー三塁一塁、ここも和田を迎えます。マウンド上は坂井、今度はセーフティースクイズ、三塁ランナーの高部がホームイン、7対7、マリーンズも再びゲーム振り出しに戻します。同点です。さあそのまま同点、9回の表は則本が三者凡退、その裏です。今日はクローザーの増田が同点からのマウンド、ワンアウトランナー三塁二塁、ホームランの辰巳がセンター前に破りました。イーグルスは今シーズン5回目のサヨナラ勝ち、このカードは1勝2敗として次のカードに向かっていきます。放送席、スタンド、そして全国のイーグルスファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは長打のヒーローにお越しいただきました。まずはこの方、8回好リリーフ鈴木空選手です。ラスト1球でした。ありがとうございます。さあ8回同点の場面での登板となりました。どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？野手の方が、たくさん手を取ってくれて逆転してくれたので、いいピッチングができてよかったです。さあその結果、2者連続三振を含む3者凡退で切り抜けました。あの場面振り返っていただけますか？
まあ、先頭は、絶対に塁に出さないという気持ちで、マウンドに立ちました。さあ、そして鈴木選手、今日の登板で球団記録タイの24試合連続無失点となりました。ありがとうございます。これについてはいかがでしょうか。嬉しいです。さあ、ここまでの好投、要因はどんなところにあるんでしょうか。野手のおかげです。さあ、鈴木選手の好投もありまして、チームは連敗ストップとなりました。次の登板に向けて一言お願いします。後半戦、いい順位で、スタートできているので、優勝目指して頑張ります。鈴木空選手でした。続いてはサヨナラタイムリーを放ちました辰巳良介選手です。さあ、一打サヨナラの場面での打席となりました。どんな狙いで入ったんでしょうか。打った瞬間8回ぐらいだと思ってて、普通にコーチにタッチしようと思ったらみんな来てたんでびっくりしました。チームメートから手荒い祝福も受けていましたが、気づいていなかったということですけれども、その祝福はどうでしたか、受けて。あれに関しては水とかアクエリアスをかけてくるんですけど、道具が濡れるんでほんまやめてほしくて、それだけちょっとチームルール作ってほしいなと思います。さあ、今日は6回にも1点差まで詰め寄る4号スリーランホームランもありました。あのホームラン、手応えはいかがだったんでしょうか。今日のスターティングキッズの男の子が辰巳選手ホームラン打ってくださいって言ってたんで、はい、まあそんな打てるかなと思ったけど、まあ打つわって言って、はい、打てたんでよかったです。さあ、さらに今日は猛打賞の活躍です。オールスター後も好調続いてますね。はい。さあ、今日も満員となりましたファンの皆さんに最後にメッセージお願いします。ありがとう。そうですね、優勝できるようになんとか頑張ります。辰巳良介選手でした。ヒーローインタビューは以上です。ここでヒーローのお二人には楽天モバイルから楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。楽天モバイルヒーロー賞は楽天モバイルユーザーだけが楽天イーグルス公式スマホアプリから当日のヒーローインタビュー選手を投票できます。また楽天モバイルヒーロー賞に投票した方の中から1名様にヒーローの選手直筆サインボールをプレゼントいたします。ということで、今日のヒーローは球団連続無失点記録のタイ記録、福森和夫さんに並んだという鈴木空選手、まあ、さらには見事な一発も放った、最後はサヨナラを決めたというところで、まずは鈴木空